皆さんご無沙汰しております。旅そのチャンネルの旅その本人でございます。ただいま私が乗車しているのは JR 九州鹿児島本線でございます。ただいまね、鹿児島本線で、門司港方面に向かっているんですが、もうすぐね、終着駅、門司港駅に到着するという頃合いです。左に走っているのは多分813系なんですが、多分これ回送列車だと思います。多分門司港駅でね、もう門司港始発の列車として、発車すると思われます。ただいま門司港駅の、構内に入ってきたんですが、まあそういうことでございます。まあざっくり門司港駅についてね、簡単に、紹介していきたいなと思います。門司港駅はね、1891年に開業した駅でございます。JR 九州管内の駅では最も車掌さんの言う通りね、もう門司港駅終点でございますので、これ以上ね進みようがないんですね。進んだところにはただの建物が突っ込みます。建物に突っ込む、もうね、走れません。ですので当駅が終点でございます。まあ終点というよりは起点ですねって言った方が正しいでしょう。門司港駅はね、鹿児島本線の起点駅、0キロポストがございます。もともとはね、門司港駅は、九州の、いわゆる入り口の駅でございます。まあ、東京とか本州方面からしますと入り口でございます。そこからね、門司港からね、九州各地、博多とか、熊本、鹿児島、長崎、佐賀、大分、宮崎といったね、地域にね、一本で行けてたという時代がありましたが、1942年にね、関門海峡が開通しましてから、また列車の調整も変わりまして、門司港ではなく門司港を経由しない列車も現れたという感じでございます。門司港駅に着きました。多分私冒頭の方でね、開業した年をちょっとすら言いましたが、1891年でございます。時代としては明治、24年でございますね。明治時代がね、半分ぐらい進んだぐらいですが、なんとね、明治ね、1891年。これ多分もうよくわかんないんですが、私がちょっとね、多分思ってることってあってると思うんですが、なんとね、歴史的にはやっぱり古い駅ですね。九州地方の中でもね、結構古い部類になります。多分開業1891年ですして、あとね、最初のね駅名としては門司駅だったんですが、現在門司駅はね、多分皆さんの知ってる通りの、ここからも当時の、現在の門司港駅から2つ先のねところに移転しましたっていうか、移転っていうか名前がね移動したんですが、まあ、いわゆるね、今の門司港駅になったのはね、1942年でございます。どういうことかというと、いわゆる関門トンネルがね、開通したってことでございます。関門トンネルが開通したことによって、本州と九州がね、一本になりました。ですので、関門トンネルを経由しての列車運行が、主役になりまして、まあ、現在も貨物列車を中心にね、そういう運行がされております。あともう時代が変わりまして、新幹線にとって変わって現在はね、新幹線での移動になっているというところですので、まあ、現在の門司港駅はね、そこまで、中心的な役割ではなくなったということでございます。ね、当駅、まあ当駅っていうのかな、門司港と、あ、まあ門司港っていうか門司と、下関の間にね、関門連絡船っていうものがねありましたが、これ山陽鉄道っていうものがね起こしてたんですが、まあ、その後ね、奥行かして、まあ、あとね、その他、まあ、門司と下関なんだな、船は、まあ、いわゆる関門トンネルができる前なんですね。山陽鉄道、その後国有化され、まあ、国鉄っていうか、まあ、当時の鉄道省。で、その後国鉄になる前にね、消滅したって感じでございます。で、門司港駅自体なんですが、門司港駅はね、1891年に開業したってことです。当時は九州鉄道という鉄道会社でございました。九州地方のね、多くのね、まあ路線はね、一時期九州鉄道というものをね、運営っていうかね、されてましてね。まあ鹿児島本線ですね、もともとのね。鹿
鹿児島の本線とかね、それらのね路線とか一部いろいろとね、長崎本線とかね、まあ、日本線とかね、まあ、それらの路線がね、もともと九州鉄道という、鉄道会社でございました。で今映っているのはね、門司港駅舎でございます。これはね多分なんですが、開業当初からこれだと思うんですね。この駅舎だと思います。まあ、文字駅時代からこの駅舎だと思うんですが、なんとねこの駅、なんとね多分私今までね紹介した駅でね、多分一つもう一例あるんですが、国のね重要文化財でございます。なんとねこの駅、国のね重要文化財駅としてね、選ばれているということでございます。過去に、ね、どの駅がね国の重要文化財になっているかというと、あ多分その駅で紹介するときあっさりしちゃったんですが、まあ、実はね東京駅です。東京駅、まあ分かりやすいと思いますが、あの駅舎ですよ、あれが国の重要文化財なんですが、それとね同レベルのすごいと言われる、まあ、この門司港駅でした。これも本当に、ね、歴史的にね、貴重な、駅でございます。でもうこれそもそも駅舎自体がもう貴重なんで、多分1891年か、いや失礼しました、これ実はあのウィキペディアの情報でね、初代文字駅舎っていうのがありまして、それはなんかこじんまりしてるんですが、多分後にね、改築されたんだと思います。まあそっから、あ現在の駅舎できたのがね、ウィキペディアの情報なんでどこまで正しいかわからないんですが1914年ですね。でもまあ歴史をしてみるとね、100年以上ね現在の駅舎でねやっているわけです。多分皆さんが投稿している時点で110年目という、ね、流れだと思います。多分、110年目の何かイベントをされるかと思います。文字工なんでね、何か起きるかちょっと分かりませんが、まあ、そこからね、まあ、いわゆる一時期ね文字工のね、文字工行き、まあ、当時は最初の頃は文字と言ってましたが、まあどういう、まあ、いわゆる、まあ、一時のね全盛期の時代を見たという感じでございます。今映しているのはね、日本郵船のね、これ本社っていうのかな、本社とかなんか支社跡だと思うんですね。まあこういうね、ものもあります。まあこれ門司港駅以外にもね、こういう伝統って、これも結構伝統的な建物だと思いますね。まあ結構こういう感じのね、街並みでございます。多分今回はね、駅というよりは門司港の街自体をね中心的にやるかと思います。ではどうぞ、いろいろなね、画像、動画を投稿していきますので、映しますので、どうぞ、ご覧ください。では、門司港駅を出発していきます。今ね、映しているのは、まあ、皆さん、あの、サイドから何度も見たわぐらいの勢いでございますが、門司港駅舎でございます。まあ、門司港駅を出てね、まあ、噴水がね、あるんですが、まあ、水が出てないタイミングもあります。水が出てる場合のタイミングもあります。まあ、この両方あるんですね。まあ、これはね、気をつけた方がございます。で、まあ、門司港駅のね、噴水、まあ、噴水というか、目の前に噴水の、まあ、噴水っていうか広場が出てくるんですが、そこを左に行けばね、海側方面でございます。まあ、海の方に行きまして、横断歩道がありましてね、横断歩道を渡って行くともう、まあ、そもそもなんですが、海が見えてきます。もうどんどん海の方に行くとね、まあ、先の方に海を越えて、まあ、海峡でございますので、海峡の向こうには本州が見えるって感じでございます。まあ、こんな感じで、目の前にね、海が出てくるんですね。どんな感じの海かと言いますとね、まあ、こういう感じの海です。本当に向こうに本州が見えてますね。あれがね、目の前に映っているのが本州でございます。これ本州、山口県下関市でございますね。まあ、そこが中国地方でございます。ただ我々がね、立ってるところはね、九州地方、住所で言うと、福岡県北九州市、門司区でございます。多分、門司区、門司だと思うんですが、まあ、こんな感じでございますね。結構、近いんですよね。本当に、この近くから、下関に行く、連絡船っていうのがね、現在でもね、運行されております。だいたい所要時間がね、20分ぐらいだと思いますね。まあ、東京湾フェリーのね、所要時間の半分ぐらいと考えていただくとね、わかりやすいかなと思います。何かと言いますと、こちらが、関門海峡です。で、あの、橋っすね。あれが、関門橋です。あ
の関門橋の橋の向こう側は何かというと本州でいいのかな、まあ多分ここも本州なんで、でこっち今私がいるところは九州地方でございます。あっちは地方というと中国地方、島の名前は本州、こっちは九州、九州地方の九州です。すごいですね。まあ私よく YouTube とか、まあそもそも YouTube でも、なんもう普通に分かってると思うんですけど、関東の人間でして、まあ、関東人から言いますと東京湾ですね。東京湾も狭いって言いますけど、こっちも狭いですね。こっちの方がもっと狭いんじゃないですか。あとまあ広島の来島海峡とかね、狭いと言いますけど、波もすごいですし、あとやっぱり皆さん歴史でもよく出ますね、壇ノ浦の戦いとか、まあ平安時代と鎌倉時代のね境界みたいな感じですけど、ここは大丈夫なのかな、人は歩いてないけど大丈夫かな、入っちゃダメとは書いてないから、まあ、歩いてますけど、まあ壇ノ浦の戦いとかね、あと何でしたっけ、名前が出ない、あ最近の最近というか160年ぐらい前にありました下関戦争、その舞台でもありますね。まあ壇ノ浦の戦いというと、まあ源氏と平氏が、まあ、特に平氏がの最後の時でしたね。安徳天皇がな、あの入水したっていう、入水でいいのかな、ちょっとあとはね、あのその安徳天皇の母親も海に行ったっていう、そういう話ですね。あと下関戦争というと、まあ長州藩が外国船を撃っちゃったって感じだったかな、間違ってたら本当にすみませんけど、でオランダとかアメリカとね、イギリスとかフランスとかね、参戦しちゃったっていうありますけど、まさしくここですね。まあ海岸の方の話が多いですけどね、こっちは文字と言われてますね、こっちは文字も下関も港町で有名ですね。下関の方はフグで有名ですかね、伊藤博文とかね、いっぱいいますけどね、こっちはこっちで九州の島って考えるといっぱいいますからね、こっちも、まあ、そういうところですね。文字っすね、文字を散歩してるんですけど、あ文字っていうか文字港ですね、文字っていう町もあるんで、文字ってまあ二駅先の方に文字ってありますけどね、で多分これ確かこれ可動橋だったような気がしますね、橋が上がるっていうね、そういう面白いところですね。ただいまね、目の前に見えてるなんか橋のようなものがあると思いますが、中央の方にこれがね関門橋です。あ、これ橋ですよ、高速道路にね、ございます。確か開業したのが1973年だと思いますね、下関と、文字を結ぶ、橋でございます。まあまあ、この辺のエリアを関門海峡とかね、関門橋とかね、関門トンネルとかね、新関門トンネルとかね、もういろいろと関門なんだいって思いますが、関門の関、まあ、関ですが、何の関かというと下関でございます。下関の、ま、関、別名関と言いますが、門は門字港の門ですね。門字の門です。まあ門ですから、門ってただ門の門よね。門のその門、ま、関と門で、ね、関門なんですね。それからね由来ですね。なんなら他のね青函トンネルはね。青森と函館という関係でございます。そういうノリでね、いっぱいあるんですね。まあ、ここはね関門の関門のトンネルという関門海峡のところにある、関門橋でございます。右の、まあ、いわゆる橋の右側はね、メカリという、エリアでございまして、メカリってどう書くのかと、和風の和に布に、カリは刈谷市の刈谷、愛知県の刈谷の刈谷、刈ですね。確かそれでメーカー D だったはずです。間違ってたらすいません。あとね、左側ね、下関市関、壇ノ浦でございます。壇ノ浦といえば、壇ノ浦の戦いとかね、私がね、動画の方でね、言ってたと思いますが、まさしく、このエリアでございますね。あと、巌流島とかもね、案外近場でございます。まあこれが文字ですね。文字の街を歩いてます。まあ文字港の街ですね。雨風が気持ちいい。
まあこれが下関ですね。向こうが下関、こちらが門司です。こちら北九州市門司、あちらは山口県下関ですね。ですね。あとちょっと福岡ですね。あそこになんか見える白い橋みたいなのが、結構すごいですね。山が詰まってるって感じで、街を歩いてますね。どんな電車で、なんてね、まあ、今日一日の時なんですが、小倉に戻ってます。正直今日は暑いんですけど、やっぱ見風が多少ある。まあ今ね、結局文字コーナーしていますね。私は山の方に、なかなか全然わかんないかこのカメラ2つ同時にガサツでこうなるんですよ。まあ、なんなら今日先ほど下関のぐらい、まあ、見とってか一度再生しますね、下関は。昼っていうか、まあ、今何時かというと5時ぐらいなんですけど、ね、5時ですよ。夏の、8月なんですけど、8月ってまあ、いつ6月とかね、もっと日が長いですけど、8月も長いですけど、明るいですね。まあまあ、関東、8月のは明るいか、関東は。もう、高度とかなども、もう暗くなってくるんじゃないですか。これが門司港ですね。あれ、門司港ですね。多分あの建物ですかね。ちょっと多分変わった建物、あれが国際線のでしょうかね。ちょっと信号青だ。後ろ。ちょっとここの信号ちょっとせっかちなんですよね。あ、間に合った。これがさっきの建物ですね。門司港。あ、噴水出るんですね。危なかった。噴水出る前に。あそこら辺にいたんですけどね。危なかった。門司港駅に戻ります。あ、次の電車、5時13分は、どこ行きだろう。わかんない。福岡県か熊本県の地名が出てくるんですけど、まあ福岡だと思うんですけど、福岡だったら福岡列車に乗って小倉に戻ります。小倉に、ここあるんだ。これが昔の切符業なんですよね。ここでお金なんかね、対決してたらすごいですね。昨日な、まあ、なんかいい、まあ、めちゃくちゃいい場合多いのからね。
か今映っているレンガ調の建物なんですが、多分なんか重要な施設だったと思います。で今まあこんな感じね、レンガ調の建物を通り、文字にはこういう感じの建物も結構あります。まあそんな感じでございます。ではね、なんか急にね、なんか列車から降りてる映像になりますが、これはね、単に、順番がねぐちゃぐちゃになっただけでございますので、変な、誤解を招かないでください。普通に単なる順番がぐちゃぐちゃですので、また再度なんかまた入ったりとかね、よくわかんないことになってると思いますが、まあ今回1回限りのね、1回でね一気に撮った映像なんでね、ご安心ください。もうなんでぐちゃぐちゃない順番なんですが、まあ実際にはね、語順は実はバラバラでございます。まあ動画の編集上おかしくなっております。わかります？ここ何かと、文字港ですね。いや、人生初めてですよ。もうそもそも計画入ってなかったんですよね。こんな顔映ってるかな、つまんない。これ日本郵船らしいですね。これなんだろう。あといろいろね、大阪商船とかね、そういう建物とかね、JR 文字港です。これ結構歴史あると思うんですよね、建物としてはね。あ、多分これ、あ、まあもちろん有名なのはこちらですね。逆光で何にも見えませんけど、これですね、文字港駅。ここが観光地ですね。まあ私なんやかんや関東の在住の人間で、まあ時々見るとしたら、まあ、東京駅がありますけど、東京駅とね、今思った感想としては、まあ、個人分野はしてますね。東京駅はちょっと大きすぎなんですけど、でも東京駅とは違った良さありますよね。レンガ調じゃないけど、まあ、いわゆるなんかこういう石造りのローマ的な感じ。まあ、レンガ調はね、やっぱりね、イギリス的な感じはしますけど、でもね、やっぱりね、こういう石造りもいいですよね。まあ、レンガと石、レンガと石ってまあ似てるきますけど、違いますよね。やっぱりレンガは赤い、まあ、東京駅って赤い感じじゃないですか。でもこの文字庫は白っぽいんですね。あとちょっと なんか何気に少しずつ少し和風を感じるような気もしますね。和風テストってかな。まあJR 九州国鉄のその前の時代、私の顔を映した方がいいかな。まあ、JR 九州とかね、国鉄とかの、前の時代ですね。まあ鉄道商業の前というと九州鉄道というのがありまして、まあ九州のね、今の JR 九州と全く同じっていうわけじゃないですけど、九州全土を網羅してたような鉄道がありました。まあそれの起点駅ですね。まあ北海道のいう函館みたいな、函館駅みたいなものなんですよ。まあ島なんで、やっぱり入り口は必要じゃないですか。それでまあ文字港が必要かなという感じですね。ここは必要かな。正直まさかこんなところ行くとはね、思わなかったですね。遠いな。まあ昔はみんな文字港発の列車が多かったんじゃないですかね。楽しみませんけど、列車なんて語るなってね、すいません。
どうしてもなんかな、文字工業で言うと、なんかいろんな YouTuber さんの顔がずれてくる、怖いんですよね。サイオンさんとかね、スズさんとかね、もう師匠ですね、あの人は。自由にこっちの方が西鉄のバスが映ってるんで、どうしても、サイオンジさんで、あの、いわゆる、路線バスの旅しましたじゃないですか、ちょっと前も。文字工業寄ってるんですよね。なんかよくわかんないですけど、夜の何や文字工業ね。あれ何の時ですかね、ちょっとよく覚えてない。なんかいろいろね、この辺よく来てるじゃないですか。どうしてもそれは頭よぎっちゃうんですよね。まあまあ、こっちの動画は以上です。まあ、普通に石造りもいいんですね、石だったら。じゃあ、こちら。門司港周辺をブラブラした旅様。ついに門司港駅に戻ってきました。こんな感じでございますね。これはもうまさしくさっき何度も紹介してきました、門司港駅舎でございます。では駅のホームへ戻りますと思ったんですがね、実はねアンケート参加しましたよ。なんかあのね、何アンケートかというと、ここでなんか、まあ、いわゆる餅の観、いわゆる観光のアンケートっていうのね、たまたまね、北九州市が開催なのかわからないんですけども、まあ確か聞いた感じだと北九州市の関連ということで、まあうちアンケートに参加しました。なんかね、どこ回りましたかっていう聞かれたんですが、正直こんな感じで、ただ私はね、海の方をブラブラ歩いたということで、それでね、いろいろとね、書いた感じ、そんな感じでございました。まあ他にもね、下関と一体的ななんか内容だったんで、あやっぱりね、思ったこととしては、やっぱ下関とね、一緒にやって回ると、あの、文字は楽しいのかもしれません。意外とね。でもちょっとね、下関は下関で携帯も違いますし、文字は文字で多分ね、あの、携帯が違うかなと思いますね。ちょっと、歴史的な、あの、背景とかね、両方とも同じなんですが、まあ、部分的にね、あんまり目立たない時代の方が、文字の方が多かったという印象はあるかなと思いますが、いわゆる文字山という町の時代がね、有名になったのは明治以降じゃないかなと思います。ちょっとあの、また順番が狂ってますが、申し訳ございません。動画の順番ですね。すいません。多分今回何回目かの駅紹介シリーズ、門司港です。すごいっすよね。あの、第4弾に東京駅やったじゃないですか。あれは日本のいわゆる中心の駅でしたが、ここは門司港は九州の起点駅みたいな感じですね。今九州の中心はあの駅は博多駅じゃないですかね。私鉄版に西鉄の天神とかもいっぱいありますけど、まあ、JR は今博多じゃないですか。まあ、今はやっぱりあんまですけど、昔はここ門司港が中心でしたね。多分あまりちょっと、まあ、多分まあ写真の方の方でなんかブツブツ喋ってると思うんで、どうぞそちらまでご視聴ください。まあ現在、門司港駅ホームにやってきました。こんな感じでございます。で、門司港駅時代なんですが、ホームの数は2面4線のことでございます。ちょっとウィキペディアの情報ですとそう書いておりました。ですので1番乗り場、2番乗り場、3番乗り場、4番乗り場という感じでしょうか。ですが、まあ多分ね、そんなに1面2線ぐらいでね、いつも足りてんのかもしれません。ちょっとね、実際のところどうなのかわかりませんがね。で、あとね、列車、来る列車なんですが、普通、区間快速、そういう系列はね、すべて止まります。もちろん門司港は終点ですので、いろんな列車、全部列車止まります。あと特急なんですが、特急はね、特急きらめき、特急、なんだっけ、きらめき、特急は、あと他には、かもめとか、かささぎっていう列車がね、止まっているらしいです。止まるっていうかね、停車する列車でございます。まあ、多分、かもめって言ってもリレーかもですが、まあ、現在、多分、1往復ぐらい、門司港始発が、門司港始発、また門司港止まりのね、列車があると思います。多分、門司港止まりはね、夜遅かったはずです。一番最終のね、長崎の発車列車ね、確か、かもめ号が、ね、門司港行きだった気がしますので、最終の列車がもう門司港なんですが、本当に本数少ないですね。ほとんどがね、特急列車、きらめき号でございます。ですから、まあ、きらめきについてもね、運行している時間は、確か朝と夕方だったはずなので、ほとんど、まあ、日中はね、特急は来ないという感じで、まあ、普通とか、特急快速とか、そういう列車が来る感じなので、まあ、のどかな駅でございます。
まあ他にもね、そうだ、お隣さんの駅なんですが、文字の文字港駅のお隣はコモディエでございます。コモディエ、文字小倉、西小倉という順にね、駅が続いている感じでございます。まあね、九州の駅紹介シリーズなんですが、多分北九州編はね、今回が多分最後ですね。文字港の次は多分次紹介するのはちょっと今度は南九州の方のね駅になると思います。多分ね、今度ねまたいつか九州方面、福岡方面とかね行くかもしれませんが、その時にまたね再度ね、こちらのね、駅ね進めてけたらいいかなと思います。ではね、これから列車に乗り込む感じです。こんな感じになんか腕利き信号機がありますね。あー、これ自分がねなくてもちょっとあんまホームで走らない方がいいんですが、走ってはいないか、小走りってほどもないな。まあ、とりあえず、まあ、列車には乗りましょう。今回の門司港駅いかがでしたでしょうか。私はこういう感じに、ね、鉄道や、まあ、駅の紹介などをしております。もしよければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。チャンネル旅さんは Twitter、Instagram をやっております。 Twitter ではひらがな4文字で旅さん、インスタグラムではローマ字で旅その8901でございます。そちらのフォローもよろしくお願いいたします。次回は九州の南部のどこかの駅を紹介します。ここまでのご視聴誠にありがとうございました。次回の動画でお待ちしております。